私看護婦やってるんですけど、夜勤があったり昼勤があったり、生活のパターンがめちゃめちゃなんです。で、彼氏とかも欲しいんですけど、こんな感じだからなかなか出会う機会がなくて、で、インターネットが面白いからって去年の暮れにパソコンを買ったんですよ。で、使い方慣れてなかったんですが、とりあえず雑誌に載っているチャットルームに入ったりしてました。夜勤明けの早朝、疲れてたけどなんか目が冴えて眠れなかったし、その日は高休日だったからいつものようにチャットルームに入ったんですね。たらそこに一人だけいて、向こうから話しかけてきたんです。その人を私が看護婦だと知ると、聴診器とか送ってくれないとか変なこと言ってきて、でもチャットでいろいろと話していると面白い人だったから、病院で一つくすねてあげちゃいました。で、私の方から写真を送ってくださいなんてメールしたら、そこ丸出しの写真が来たりして、最初はさすがに引きましたけど、ネットって面白いこといっぱいあります。